いらっしゃいませ、社員へようこそ。当店では最低でもセット料金6,000円、サービス料金2,000円が必要となります。また別途指名料2,000円が加わります。ご指名はいかがいたしましょう。先ですね、少々お待ちください。失礼します。はじめまして、サキです。実はプロレスラーもやってるんです。おお、それは珍しいな。楽しくなりそうだ。そう言ってもらってよかったわ。あの、名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。あ、桐生さん、ちょっといいですか？これ、うちの連絡先、同伴の誘い待ってますね。ふふ、あー、こういうのもええな。どうかしたのか、そんなニヤニヤして。あ、すいません、つい癖の妄想が出ちゃいまして。ほう、ん？なんだこのメモは。もしかして妄想メモか。そうです、気に入った妄想の設定を忘れへんようにメモしてるんです。マメだな。忘れないようにしてどうするんだ。妄想代わりをするんですよ。要はまた同じ設定でもう一度妄想を楽しむんです。ほう、いろいろ書いてあるみたいだな。ん？桐生さんの設定？それは見たらあかんやつです。もう勝手に見んといてください。 ああすまんな。もう油断も隙もあれへんやから。危ない危ない。だが先を見ていると妄想ってのも面白そうな気がしてくるな。おもろいですよ、おすすめです。そや、試しにやってみましょうよ。桐生さんならうちをどんな設定にして妄想します？お嫁さんかな。え、その結婚してる設定ってことですか？ああ、サキと話すのは楽しいからな。結婚生活をイメージしやすいと思ってな。桐生さん、いやいや、なんか恥ずかしい。でもめちゃめちゃ嬉しいです。妄想で終わらせずに現実にしてもいいかも、なんて。ん？何か言ったか？いや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 、何も何も何も。今日はいい一日になりそうやな。桐生さん、会いたかったです。これからどこ行きます？カラオケ？いいじゃないですか。ほな行きましょう。いらっしゃいませ、何名様？2人だ。料金は2名様で1,000円になります。それではご案内いたします。あ、うちこの曲好きなんですよ。桐生さんに聴いてほしいな。
しかった。桐生さん盛り上げるのうまいですね。ねえ、桐生さんの歌も聴かせてくださいよ。桐生さんの歌もいいやないですか。聞き入っちゃいましたよ。そろそろお時間となります。お帰りのご準備をお願いいたします。じゃあ時間もいい頃ですし、そろそろお店向かいましょうか。今日はいつもより長く一緒にいれるから嬉しいです。さあどうぞどうぞ。
何型やと思います？そうだな、 A 型だ。おお、正解です。嬉しいこと言うてくれますね。あかん、惚れそうやわ。ほんまですか？ほな試してみちゃおっかな。これといったフェチはないかもしれませんね。何でも妄想で保管しちゃうので。え、ほんまですか？桐生さん太っ腹ですね。ほうほう、なんでそう思うんです？発育のいい女の子ばかりだからな。けしからん。そういう理由やったんですか？もっときついこと言うかと思ってましたよ。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。両親も格闘技に関わっていたので、格闘家への憧れみたいなのはありましたね。でも正直プロレスラーになるとは思わへんかったな。人生わかんないもんですね。え、ちょっとこんないきなり愛の告白ですか？え、そんな、まだ心の準備が。冗談だ。もうひどいです。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。え、ほんまですか？桐生さん太っ腹ですね。ありがとうございます。今日も楽しかったな。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ところで桐生さん、一つご提案が。ん？なんだ？
この後お時間とか大丈夫です？もしよろしければアフターとかどうかなって。俺は構わないぜ。いいのか？もちろん、血の果てまでついていきますよ。やったー、約束ですよ。じゃあミレニアムタワーの前あたりで待ち合わせでいいですか？ああ、じゃあ後でな。はい。はあ、めっちゃ楽しみ。お待たせ、キリュウさん。ああ、それじゃあ歩きながらどこに行くか決めるか。はい。あ、ん？どうした？あの子、うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。おう、さきのファンか。声をかけてやったらどうだ？うん。あれ、あの、もうお金はなくて。はぁ、お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でもうち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お前から金取らねえとよ、俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの？弱い者いじめか。最低だな。あの子、確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん、もうこういうのやめてくれないかな。はあ？お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ？もう逃げたくないんだ。そうですか、なら仕方ねえな。邪魔すんなよ、さ。関係ねえだろ。残念だが関係あるんだ。こいつは俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。何言ってやがる。もういい、このおっさんから金踏んだくろうぜ。こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時はこんなんじゃ済まねえぞ。ありがとうございました。いや、俺が助けたのはお前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。え？サキさん？大丈夫？怪我はない？はい。サキさん、僕、約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど。
ごめんね。こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。うん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え？この前の試合、サキさんでっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕あれで感動したんです。サキさんかっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だからサキさんに言われなくても僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん見せてください。じゃあさようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。キリュウさん、うちプロレスラーになってよかった。ああ。ごめんなさい、キリュウさんに喧嘩させることになっちゃって。俺が勝手にやったことだ、気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんな奴だろうと一般人に手は出せないだろ。うん。さあ、せっかくのアフターなんだ、いつもの明るい酒に戻ってくれないとな。うん、せやね。ほな、行く前にちょっとだけ時間くれへん？うん、ああ、構わないか。キリュウさん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたよね。キリュウさん大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。